皆さん、夜分までご苦労さんでございます。この度、法務大臣に就任をいたしました江田さつきです。どうぞよろしくお願いいたします。法務省は法秩序の維持と国民の権利擁護を主たる任務とする役所でございまして、これはまさに国民生活の基盤というべき重い役割でございまして、そのため法務行政に取り組みにあたっては常に国民の目線に立って国民の声に虚心坦懐に耳を傾けることが必要だと思っています。また法は単に厳格なだけではなくて温かい血の通ったものでもあります。法の優しさも同時に追求してまいりたいと思っています。今朝からおめでとうございますと言われまして、その都度いや、めでたくないんだとこう言い返しておりましたが、今申し上げたような国民の声限り法務行政の諸課題を着実に前進させて、おめでとうと言われたら素直に喜べるように、なるべく早い時期にそういう日を迎えたいと思っています。法務大臣の就任にあたって菅首相から特に6点の重要課題についてご指示を受けております。その内容はそれぞれ一言で言えば、司法制度改革の推進1ですね、2が検察の改革、3が人権が保障され安心して暮らせる社会の実現、4がハーグ条約への加盟についての検討、5が行政事件訴訟法のこれ改正後のですが検証あるいは検討、そして6が会社構成法の整備についての検討、こういう課題でございまして、いずれも重要なテーマであり、関係大臣等とも協力しつつ鋭意取り組んでまいります。その他にも法務省においては数多くの重要な課題がありまして、私はこれまでの法務大臣の取り組みを引き継ぎつつ、これらの課題をさらに前進させてまいりたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ご質問どうぞ。はい、どうぞ。NHK の渡辺と申します。はい、ですね、検察改革が目下の課題だと思いますが、改めてそれに向けての大臣の決意をお願いします。検察というのは、この社会正義を最もこう守る役所として、これまでもさまざまな事件のときに、この国民からよくやったと、こういう信頼を得ていたんですが、ちょっと先日来の大阪での事件とかですね、検察の信頼が大きく揺らぐ、そういう事件が起きているのは確かで、これはやはりしっかりと信頼の回復のために、検察改革をしなきゃいけないと、思っております。検察の在り方検討会議、というものができて、また最高検でもいろんな検証結果も報告をされて、今鋭意検討を進めているところなので、私もこの皆さんの努力をさらに期待をしながら、信頼の回復のために全力を挙げると思っています。はい、法務大臣というだけじゃなくて、菅さんの盟友として、菅内閣を支えるという立場でも入閣されたと思うんですが、率直に言って、これまでの内閣支持率の低迷と、菅さんの政権運営のどこがまずくて、どうやって改善していくべきだと考えか、あとその、菅さんの小沢さんの政治的でちょっとご苦労されてますけど、小沢さんにはどういう態度を持つか、質問したんですか。はい、菅さんとはですね、もう33年来の盟友です。若い皆さんはあるいはご存じないかもしれませんが、
私は二世議員で、父が新しい政治を作っていこうと、政権交代のある民主主義を作らなきゃいかんと言って、新たに一歩を踏み出して、すぐに亡くなった。実はそれが私の誕生日だったもんですから、私も裁判官やっていたのを辞表を出して、で父のその亡骸の横で菅さんと握手をして一緒にやろうやと、こういって今日までやってきましたから、菅さんのことはよく分かっている長所も短所も含めてよく分かっているつもりですし、しかも菅さんというのはもちろん2世なんかで全くない、普通のサラリーマンの転勤族の息子がよしって言って志を立てて世の中のために自分が何か役に立つかと、こう思って努力して総理大臣までなっているわけですから、私やっぱり日本のその若者のためにもね、菅さんがしっかりした成果を上げて、その政権交代の実をちゃんと上げるということは本当に大切なことだと思ってまして、まあ、そんな思いで今回議長までやったのが何よという声があることはよく分かってるんですが、あえて、この立場を引き受けました。昨年の参議院選挙で、逆転ということになりまして、菅さんとやっぱり国会というのは結果を出さなきゃいけない、合意を作らなきゃいけない、そういうその国家機関だから、ここは野党の皆さんの理解を得るためにどんなにこの悔しい思いをしても任の一時でいこうと、こう言ってやってきたんですが、それが多くの国民の皆さんに菅さんらしさがないじゃないかと言って、支持率が下がる一番大きな原因になったと思うんですね。ですから年末から年始にかけて菅さん一つ、ここは任の一時はもうそろそろやめるときだと、そうじゃなくて、菅さんらしさを取り戻して、もう自分の顔を通させてもらおうと、そのことによって国民の皆さんに、お、菅さんらしさが戻ってきたぞ、こう言ってやっていけば、それはおのずとしている神あれば拾う神もあるということで、前を向いて朗らかに明るくやっていこうという、そんな話をしまして、おそらく多くの皆さん、国民の皆さんも年が明けて菅さんの表情が随分変わったとこう思っておられると思うんですね。必ずそういう姿勢でやっていけば道は開けると思っております。はい、よろしいでしょうか。あ、すいません、時間です。最後一問どなたかお願いします。小沢さんの質問ですが、政治と金の問題というのはこれまでやっぱり日本政治の宿兵だったと思うんですね。政治と金問題というのは自民党の専売特許じゃなくて民主党にもあったと、これをしかしもう次の世代に引き継がないと、これが菅首相の今の固い決意で、私もこれを支持していきたいと思います。じゃあ法務大臣という役職は、すみません、お名前お願いします。日本テレビの福井と申します。法務大臣という役職は、死刑執行ということが避けて通れないかと思うんですけれども、現時点での大臣の基本的なお考えをお聞かせください。はい、私自身は死刑という刑罰はいろんな欠陥を抱えた刑罰だと思っています。しかし刑法に、法定刑に死刑があり、裁判でこれを選択してそれが確定することもあるし、そして刑事訴訟法では死刑だけなんですね。その他の確定した裁判の執行は民事はこれは裁判所がやると、刑事は検察官が執行指揮をするんですが、死刑だけが法務大臣の執行指揮ということになっているんで、これはどういう意味があるのかと、その規定にですね、これをしっかり考えていきたいし、また千葉法務大臣が大変な決断をして、そして後に重い宿題をこの、まあ、勉強会ですね、残されていますので、そうしたものの推移をしっかり見つめて考えていきたいと思っております。はい、これをもちまして枝大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。